せ痩せるならお肉を胸に。こんにちは、ゆきです。突然のお胸事情、皆様自分のカップ数しっかり測ってもらったことありますか？この度きちんと採寸してもらったら、自分の思ってたカップ数より2カップも上でした。イエーイ、嬉しすぎる。今まで C カップだったの。昔店頭で測って C だったっていうのプラス、アンダーからトップの差で、あ、自分は C カップだな、調子いいと D かなぐらいに思ってたの。それがなんとさ、はい、E から F の間だって。もうびっくりしすぎて動画を回してます。私みたいに自らね、自分のおっぱいを小さくするブラをつけてる人がいるかもしれないから。なんで今までこんな勘違いしたブラをつけてきたか。根底はね、コンプレックスなの。旗から見える胸の大きさと、実際に脱いだ時に自分が知ってる胸の大きさが違いがあるのが苦しかったの。そこに自分の中でね、勝手にコンプレックスを持ってて、つい C なのに B カップを選ぶとかさ、小さいサイズを選んでたのは脱いでないっていうのに耐えられなかったの。思い込みよ。具体例をお見せします。ブラジャー1個持ってきた。これほら、ホルターネックで可愛いっしょ。 C の75、肉眼で見たお胸のね、このサイズと実際の自分のサイズが同じものを目で選んじゃってたの。もちろんサイズは見てるよ。ブラってさ、カップ数が上がるほどこのカップに入る肉の量が増えるわけだから、肉眼で見た時のこのカップが大きいんだよね。で、胸に自信がないから、どんどんさ、 C 見てもなんかこんなにない気がすると思って B 見たりとか、どんどんカップ数を自分の中で下げてたんだよね。しかもパッドも全部外してたの、同じ理由で。パッドって1個外すでしょ。これ外してもここのふわふわのパッドが入ってるから、これは取れないじゃん。もうその時点で嘘をついてる自分にと思ってね。ってことに、この間採寸してやっと気づいたの。私そこまで胸のこと気にしてたんだと思って。ダブルパッド知ってる？これがさ、2枚ぐらい入ってんのよ。だから触った時だけでさ、もうこれくらい厚みがあるわけ、ボワボワって。いや、もうそんなの私怖くて絶対つけられないと思って。ブラの役目を私は間違えてた。もともとある胸の大きさで選ぶのではなく、寄せ集めたものを全て入れ込めるサイズのものを選ぶのが正解なんだって。だからブラを外したら本当の胸のサイズが小さいのが普通なんだって。知ってた？めちゃめちゃ大きく見えるでしょ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。今太っている皆様に朗報です。私もいろんなとこに余計な肉があるじゃないですか。今しっかり測っといて、今入れ込んどけばさ、育乳の大チャンスが来てるの、私たち。そうだから、みんなも測って。もったいない。私は10ヶ月前の過去最高に太った体重の時、どうにかプラスに変えたかったの。胸を残して痩せる以外道がない、少しでも残したかったの。その時から私はあのナイトブラを始めたんです。一日も取ってない。だからもしかしたらこのお胸はその時のお肉を上手に残せてるのかもしれない。ただ10キロ前から今に比べたらもちろん胸も小さくなってるよ。それでもさ、これだけ残せてたら十分じゃない？どんだけ触るねんって。いや、びっくりしてるの。そう、今までつけてたブラだとここにね、めちゃめちゃ肉が溜まってたんです。あとここ、ここ、それが全部さ、入れたらいつかおっぱいになるんだって分かってたよ、頭では。で、やってると思ってたし、でも違ったわ。だから自分に合うブラにちゃんとすると、想像以上にもっと肉が入る。今までのブラ全部捨てました。切り替える。ちゃんとすることにしました。下着の選び方、採寸は服の上からするところじゃなくて、全部脱いで新品のブラ着て採寸してくれるところで測った方が絶対いい。それとブラの選び方もね、すごく言われました、店員さんに。同じカップ数でもこの形によって、ここから出ちゃうものとか、逆にここに高さがあって押しつぶしちゃうものとか、今脇高ブラとかあるじゃないですか。ああいうので脇高だからこそこう全部入るものとか、脇高で押されてうまくいかないものとかね、そのブラジャーによって全然違うんよ。結局は生身の上に試着することだよね。
それはしなかったんだけど、はい、けどまあね、1個進んだから。今回ね、 E の70っていうサイズのブラを私3つ買ってきた。店員さんが脱いで試着させてくれたブラは見事に肉が入るの。だけど自分で選んだ E の70はここにね、肉が余るの。試着しないと本当にそのブラが全部の肉を入れてくれるかってわからないってことが分かったよ。測ってみて、本当に、うん、びっくりすることが起こるかもしれない。今日もありがとうございます。この動画が良かったと思ってくださった方、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。私、ツイッター、インスタグラムもやってます。フォローしてくださったら嬉しいです。では、またね。バイバーイ。